北国新聞ニュースをお伝えします。石川県産高級ぶどうルビーロマンの試食イベントが今日金沢駅で行われました。この試食イベントは石川や東京のホテルや菓子店などで行われるスイーツフェアへの来店を呼びかけるため企画されました。金沢駅では今日午前、橋博知事が農家の皆さんが美味しいルビーロマンを作ってくれましたと挨拶し、駅利用者に一つずつ手渡しました。ルビーロマンは3回に分けて1回あたり100粒配布され、観光客などが甘くみずみずしい石川の宝石を堪能していました。会場では北陸学院大学ハンドベルクワイアの演奏も披露されました。熊本県 PR キャラクターくまモンが今日、能登半島地震の被災地激励のため珠洲市を訪れ、保育園児と交流しました。くまモンは先月、熊本県の木村隆知事から復興応援絆大使の任命を受けました。今日、珠洲市の椿保育園を訪れたくまモンはおよそ130人の園児の大きな声に呼ばれて登場し、元気よくポーズを決め、会場を和ませました。そして園児とのタッチやダンス、記念撮影を楽しんだほか、熊本と石川、離れていても心は一つだもんのメッセージを掲げました。くまモンはあさってまで、珠洲市、輪島市、穴水町、七尾市を回ります。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞文化部の吉面部長にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金沢市の県立美術館で開催中の奈良国立博物館展まるごと奈良博は連日多くの人でにぎわっています。先月31日からは後期展も始まり、作品も一部入れ替えられましたね。はい、後期展では仏画や経典を中心におよそ70点の展示会が完了し、奈良博が誇る仏教美術が並ぶ会場は趣を一新しました。はい、新しく展示されたもので注目すべきものはありますか？はい、後期展では奈良博を代表する名品、国宝の壁画絵が登場しました。はい、平安から鎌倉時代に描かれたもので、人間を不幸にする鬼神を退治する神々を紹介する絵巻物です。この絵巻物には5つの神が描かれていますが、県立美術館にはこのうち3つの神が登場します。うん、これは一度見てみたいですね。また今回の催しでは期間中、仏像仏画の中から自分がこれだ気に入ったというものを選んで投票するイベントもありますね。はい、この私が好きな仏様投票、私の推し仏総選挙では42の仏像仏画から選ぶことができます。はい、先日は1回目の中間結果が発表されましたね。はい、投票総数は4385票の中から、全体のおよそ1割にあたる413票を獲得し、第1位になったのは伽藍真龍像でした。はい、伽藍真は寺の建物を守る神で、修行を怠る者に釘を刺して懲らしめるもので、走り大国の愛称で知られています。釘を刺すんですか？でもこの像にはなんだかこう怖そうな雰囲気ってないですね。はい、この躍動感たっぷりの姿は幅広い世代から支持を集め、ポップな見た目なのに実は怖い神様で驚いたなど、ギャップに惹かれたという声が多く集まりました。はい、また2位は聖徳太子の2歳の姿を表した南無大仏太子龍像、3位は赤の彩色が目を引く愛染明王座像でした。うん、確かに3位のこの赤がすごく綺麗だったのを覚えてます。このようにさまざまなイベントを通じて多くの人が仏教美術の魅力に親しまれるわけですよね。はい、県立美術館では18日までの金曜、土曜、日曜、それに、振り替え休日となる12日に開館時間を拡大しますので、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、実際自分の目で見ると迫力が全然違いました。2度3度行きたくなりますね。はい、はい、まるごと奈良博は25日まで開かれます。ここまでニュース解説、国国新聞文化部の吉面部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。石川県の長谷博知事と
富山県の新田八郎知事は昨日、富山県内で富山県東部の9つの市町村長と懇談し、観光分野で広域連携を強化することを確認しました。意見交換会は、北国新聞社、富山新聞社の提案で初めて実現しました。会場となった黒部市宇奈月温泉の市芸術創造センターセレネには、石川富山両県の知事と富山東部の9つの市町村長が一堂に会しました。意見交換会では、北陸新幹線敦賀開業や JR 西日本が秋に行う北陸デスティネーションキャンペーンを追い風に、歴史的にも関係の深い両県の自治体間で連動し、誘客を進めることを確認しました。また両知事は、JR 大阪駅西口直結の商業施設、切手大阪に、北陸3県の情報発信拠点、北陸プラスを開設したことなど、富山・石川両県の連携の取り組みを説明しました。橋知事は、今回の意見交換会を皮切りに、両知事が今後、富山県西部や能登、南加賀を訪問し、各地の市町村長と議論を交わす機会を設ける考えを示しました。加賀市の中学生が昨日、市議会に参加し、地域や学校の身近な問題について、市の執行部に提案や要望を伝えました。加賀のより良い明日をつくる中学生議会と題した取り組みで、市内の中学校6校の生徒が中学生議員として参加しました。議会は市役所内の本会議場で行われ、登壇した10人は補佐役の助言を受けながら一問一答方式で質問しました。東和中学校3年の島貫玲さんは、通学路の危険箇所に市のシンボルマークのトリックアートを取り入れてはどうかと提言しました。これに対し宮本陸市長は、ユニークで面白い発想、生徒からコンクール形式で募ることも考えられる、グリーンベルトと併用すれば効果が高まると答えました。この他の生徒も、クマ対策講座を開催してほしい、体育館にエアコンが必要などと述べ、宮本市長や島谷千春教育長から前向きな答弁を引き出していました。金沢産なしの主力品種、香水の出荷が始まりました。甘くてジューシーな食感に仕上がっています。出荷作業は銚子町の JA 金沢市東部集出荷場で始まりました。初日の昨日は15軒の農家がおよそ4トンを持ち込み、実の大きさや等級に分けて箱詰めしていきました。今日午後にはスーパーなどの店頭に並んでいます。JA 金沢市梨部会の奥野康久部会長によりますと、今年は高温続きで糖度が上がり、雨が多かったことからジューシーな食感に仕上がったということです。今シーズンは44軒の農家が今月末までに合わせて270トンほどの出荷を予定しています。奥野さんは、夏場の水分補給のためにも食べてほしいと話していました。北国新聞社は、能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書留の場合は、能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。直接持参される場合は、北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は、北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで、北国新聞ニュースをお伝えしました。
金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され毎月1100円割引となります。お申し込みお問い合わせは0120-751-114番までどうぞ。金沢ケーブル加入相談会のご案内です。四井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。10日から18日までの9日間はアルプラザ金沢で相談会を開催します。9日間連続です。しかもお盆期間中毎日あるんですね。会場では金沢ケーブルのインターネットや金沢スマホの相談なども受け付けています。はい、ではおすすめのサービスはありますか。金沢ケーブルの高速インターネットケーブル光と金沢スマホをまとめることでネットの料金が毎月1100円割引となるケーブル光スマホセット割がおすすめです。ネット料金が毎月1100円も割引になるっていうのはお得ですよね。ケーブル光の月額利用料は実質4380円ですが、スマホも一緒にご契約をいただくことで月額料金は3280円となります。さらに電気&ケーブルまとめやりを利用すれば330円安くなって2950円になります。でもそもそもスマホ料金単体でもお得だって聞いたんですけど。はい、最安コースのデータ 0.5 ギガプラス音声コースなら月額利用料実質550円です。じゃあ相談会限定の特典ってあるんですか。はい、インターネットに新規ご契約の方には平和堂商品券5000円分をプレゼントします。さらに他社インターネットからお乗り換えのお客様には最大で3万円分の違約金を負担させていただきます。この他にも会場特典をたくさんご用意しています。10日から18日までの9日間はアルプラザ金沢にて相談会を行います。スタッフ一同お待ちしております。ネットとスマホのセットでもっとお得にしたい、そんな声に金沢ケーブルが応えます。金沢ケーブルはインターネットケーブル光と金沢スマホの双方を新たに契約すればネット料金が月額1100円ずっと安くなるセット割を行っています。例えばケーブル光2ギガで金沢スマホをセットで契約した場合月額料金は4380円から3280円となります。さらに北陸電力の電気料金を一緒に払う電気&ケーブルまとめ割を利用すればさらに330円安くなり2950円となります。このサービスでは金沢スマホの契約者が新たにケーブル光を申し込んだ場合やケーブル光の契約者が金沢スマホを新規に契約した場合も適用されます。ケーブル光の新規契約者には工事費最大47,300円を無料にします。さらに他社からケーブル光に乗り換えた場合は最大で3万円キャッシュバックします。また金沢スマホではデータ容量が30ギガ、40ギガのプランもあります。他にも使い方に合わせたお得なプランを多数用意しています。さらに5分、10分、無制限のかけ放題もプラスできます。乗り換えも簡単、今お使いのスマホでそのまま使えます。金沢ケーブルのサービスのお申し込み、お問い合わせについては0120-751-114までどうぞ。